レーシアクアラルンプール市内から15分の距離に位置するベタランジャヤに東南アジア最大規模の希少動物テーマパークが開館した。特にヨーロッパの科学者たちに大きな人気を集めている肉食モヤシ、その出現は北西マレーシアペラック州の小さな島パンコルアイルランドのある小さな海岸であった。普段と同じように釣りをしていた農夫の餌に引っかかった。最初の肉食モヤシの姿はその全体が10センチ余り、頭がすぐ口である黄色い豆部分と筋になった胴体がまっすぐに立って鋭い歯を利用して餌を噛む姿がまるで飢えたサメの姿と非常によく似ている、そう見えたと伝えられていた。現在予約の戦争を呼び起こすほど注目されている肉食もやしパッケージツアーに対してちょっとご紹介すると、大量の肉食もやしが住む人工の湖に船を浮かべ、湖の中を悠々と泳ぐ肉食もやしを刺激して人々を攻撃するようにすると、一緒にいた調教師たちがあらかじめ準備しておいた巨大アクリル板のまま飛びかかってくる肉食もやしたちを叩く。それでは人々は肉食もやしからいつ噛まれてしまうかわからないという恐怖感の中で大声を叫びながら喜ぶ。最初はそれほど多くなかったもやしの個体数が訪問観光客の増加によって幾何級数的に増えることになると、現在の科学界では到底説明不可能な繁殖速度を調査するためにたくさんの外国人の科学者たちをツアーに潜入させて密かに研究用サンプルを流出させようと試してみたが、政府の徹底した監視によって今まで一度も成功した例がなかった。しばしば、いや結構ツアーに参加した一般の観光客によって養殖と疑われる大量栽培現場が目撃され、外部に知られることもある。爆発的な肉食もやしの人気で急激に人々の関心の中から消えた人気のない動物たちを混合して作ったサルゾウツアーも訪問客の高い評価を得ている。静かに訪問客を待っていた数十匹のゾウたちが急に飛び出して人たちを苦しめ始めると、それでも人々はやはりびっくりして恐怖で怯えながらもとても興奮する。